はい、お願いします。お願いします。高田岡さん、はい、甲子園春の選抜が中止になってしまいました。もうほんま残念やね。本当に残念ですね。まあ、僕もその甲子園を目指してね、はい、ほんまにそのやっただけにね、うん、簡単にその切り替えて夏目指すなんてね、簡単に言えませんよ。そうですか、うん、元高校球児としてその甲子園春の選抜でどういったなんか存在なんですか、子供たち。もちろんね、選手によったら初めて出る選手もいれば2回目の選手もいると思いますけど、うん、はい、もうやっぱこれは口では表現できない、うん、もうそのために頑張ってきたと思うんですよ、みんな。この甲子園出たいがためにね、うん、何もかも犠牲にして、はい、もうその一つの夢に向かってね、みんなも一心不乱に頑張ってきて、まあ、もちろん努力はすることもそうやし、うん、まあ、親元離れたりね、はい、朝早起きて終電で帰ってきたり、うわ、もうそういう努力をしてきた、まあ、選手ももちろんそうやけど、はい、親御さんの今協力なかったらできへんからね、まあ、そういう面でも僕がまあちょうど2014と15タイガースジュニアっていうね、はい、ところの監督させていただいたんですけど、ちょうどその子たちが今今度の高校3年生2年生なんですよ。あ、ジュニアチームの子たちがまさに今回の春の選抜、今回ね一緒にやった選手も7、8人ね、選抜に出る予定だったんで。そうでしたか。本当にその時のね父兄の方がものすごく仲いいんですよ。あ、今でも続いてる。いや、そうなんですよ。あ、そうなんですね。だから選抜決まったってね、喜んでて、うん、もう本当にかける言葉がない。簡単にね、残念でしたとかね、うん、まだ頑張ってくださいよなんて、もうだから僕から電話できなかったですね。ちょっとほんまに選手にね、すぐ切り替えてやれ、とはね、言えないですよ。もうちょっとね、もう休憩させちゃってね、はい、間を置いてからね、はい、もう一回こう切り替えて、もうやってほしいなぐらいしか言えないですよ。だってほんまやったらもう選抜始まってることじゃないですか、うん、そうですね。みんな甲子園でその大観衆でね、はい、入場行進でって思ってる選手ばっかりですよ。イメージとしてはそうなんですけどね。だ、僕もやっぱり一番初めに出た時って室内練習場でね、はい、開会式回ってる時っていうのはもう本当にね、あれがこう心が踊るというかほんまにね、はい、パンパンって言って音楽が鳴ってね、うん、僕らの時はね石井和美のチャチャ、石井さんのチャチャチャやったんですよ。チャチャチャ、男女陣夏物語か、はい、物語、はい、あれのもう、曲でね、はい、もうその僕らもテレビ見れへんかったけど、なんか曲だけ覚えてて、あれがなってこう、選抜の更新した時はね、はい、もう当時ラッキーゾーンがあってね、ライブから出てた時は涙出ましたよ。涙出るくらい嬉しかったですよ。泣けるぐらい嬉しかった。なんか伝わってきます、その心躍る感じが。でぜひほんまにその舞台を踏ましてあげたかっただけにね、もう踏めなかったことはほんまにもうかわいそうというか残念というか、今いろんな方々が代替案といいますか、選手たちのために考えていらっしゃいますけど、片岡さん的にはどういった代替案がありますか。一つはね、はい、絶対これね、甲子園でやらない意味ないんですよ。場所はスタジアムは絶対に、いやいや絶対甲子園、甲子園でやらないと何の意味もないんですよ。いや、それ甲子園でやりたいためにね、頑張ってきたわけやから、場所が、はい、そう、まあ、それもちろんね、ドーム球場とかでやるっていう案ももちろん出てくると思うんですよ。で、まあ、いろいろその夏にね、出すとか違う時にやるとかいうような意見ありますけど、はい、まずは甲子園で、させてあげると、うん、で、やっぱりこの今回の出場校で、はい、大会してあげると。あ、今回の春の選抜の出場校がやるということですね。でね、僕もいろいろこう考えたんですけど、はい、でも甲子園でやる、で、まあ、そのお客さんをね、を入ってもうてやるということやったら、はい、まあ、もちろん今ちょっとね、このコロナの影響でね、まあ、どうなのかそこの先分からないんですけど、はい、まあ、これが完全に収まったらね、うん、僕は、まあ、阪神が、甲子園でやってますけど、まあ、週末、うん、もしくはタイガースが野球の試合がない日を使ってね、うん、やってあげりゃいいんですよ。空いてる時に甲子園が。そうですよ。ほんで、もちろん地方とか遠い遠征しなきゃいけないんでね、それはね、もうこうやれんが、うん、持ったったらいいんですよ。いや、業さん金持ってんねんからこうやられたってね。持ってるんですか。持ってるそんなもんお前。だからほんまそれはね、甲子園、まあ、もっと言い方変えろ、ナイターでもいいと思うんですよ。ナイター特に夏場なんかね、はい、とかもうちょっとタイガースがデーゲーム持ったと思う、ナイターでもね、うん、いいと思うんですよ。それをやっぱり、ね、やって、やっぱりこの大会の優勝チームを決めなきゃいけないと思いますよね、僕は。あ、やるべきだと時期をずらして、うん、時期ずらすのは もちろん学校があるんでね、ほんで
秋にやりたいでも秋学校があるし、冬は、はい、冬は寒いし、ね、そうですね、またその来年っていうわけにはいかないんで、うん、今年のことは今年にね、はい、僕やらなきゃいけないと思うんで、これはもう夏の選抜、あ、夏の大会はを過ぎてもまたも、うん、あの大会と重なったりしても、はい、やっていけばいいと思いますよ。重なってでも今年中にやるべき、うん、でもやることはその土日、はい、もしくはそのまあ甲子園の空いてる日程を使いながら、みんなでその甲子園でゲームをさせてあげると、ほんで優勝チームを決めなきゃいけないと。優勝チームを決めることが大切なんですか？いや、だってそのためにやってきたのに、うん、まあね、それはもう仕方ないとはいえね、僕はそういうふうにやっていった方が、うん、まあ選手も納得すると思うしね、はい、そこはもう一回もうみんなで、協力して、うん、やらせてあげたらいいんじゃないかなと思いますけどね。ねー、そうやっていくためには何が必要ですか？まずこのね、コロナがちょっと収まらなきゃいけないんですけど、まずは収束すること、それがまず第一ですね。あとはもう、とにかく高野連もね、今回はね、頑張ってくれたと思うんですよ。そうですね、選手たちのために相当。高野連のあったね、会長も、はい、僕の大学 の先生です、教授ですよ。あ、そうだったんですか？学生の時にあの教わりましたよ。あ、そうですか、知らん間に会長なんて思ってね。偉くなっちゃう。びっくりしたけど。当時どんな先生だったんですか？いや、特に覚えないんですけど。印象にない。いやいや、あの授業、授業行ってましたよ。受けてました、行ってたんですか？僕ちゃんとね、そういうのがちゃんと行くんですよ。行くんだけど、やっぱ難しいことあんまり言うたら分からへん。分かんないから、行く分かる努力はしてましたよ。分かろうとする努力はしてましたけど、あのね、あの畑様会長になられて、今回は本当にもう苦渋の決断だと思いますけど、まあその、ちょっとね、安倍さんがその延期っていうのをね、はい、あのあれ入ったもんで、本来だったら無観客でやりたかったでしょ。そうですよね。だからもう福井の人もみんな、もうなんでこんな年に当たってもんだよと。本当にそれはもう、悔やんでも悔やみきれない。うん、でももうね、それぐらいしかないですよ。うん、なんかね、甲子園でやりゃええって言って、はい、なんか練習試合みたいにね、うん、なんか1試合だけやらしてあげて、なんかやめるとか言う、1試合だけやったからええやろみたいな的なね、あのことはやめてほしいと思います。うん、やるんだったら最後まで。各やっぱりあの予選勝ち抜いてね、出てきたチーム、選ばれたチームやから、うん、それは責任持って優勝を僕は決めてほしいと。うん、まあ、でもしもうちょっとね、もうやっぱりこの遠征が大変やって言うんやったらね、はい、もう一回その、あ、これは無理やな、甲子園やらなきゃ無理やわいや、やっぱり甲子園やらなあかんから、はい、もう高野連がちょっと遠征費と宿泊費をうまく出してあげて、はい、もうそれしかないですよ。それですね、ポイントは。いや、それしかもうないと思います。そんなに各学校ともね、自分たちのそのお金、もう限界がありますしね、はいはい、そうすることによって、またそれ今回もさ、甲子園の周りの宿舎とかでもね、みんな泣いてますよ。ねえ、待っていたのに。ちょうどね、もう近所やけどね、はい、みんなキャンセル入って、もうどこ行くのもガラガラやしね、みんなもう泣いてますよ。そうですか、うん、本当は今盛り上がっている時期なのに。まあ、春は選抜からやということでね、春、はい、あの選抜が始まれば桜咲いて、はいはい、またこれ野球の先生だっていうのは ね思うんやけど、まあ、まあだからそれ、そうやってね、やっていってほしいと思いますね。そうですね、選手たちの思いをどんな形でも果たしてほしいですね。そうです、もう日程がやっぱりないのと、うん、甲子園で使える日があんまりないのと、まあ、オリンピックはまた今年もね、あるというのもありますし、まあ、こういう時でだからこそね、はい、ぜひ、92回大会をね、僕は絶対やらなきゃいけないと思います。やらなきゃいけない、やらなきゃいけないし、はい、その中でやっぱ絶対優勝校を決めなきゃいけないと、はい、こういうやっぱり、ね、95年の震災の時もどうかなっていう中にね、うん、やっぱりやっていただいていろんな意見ありましたけど、やっぱりそのそういう中で、まあ、いろんな野球のドラマが生まれたり、そこからその時に思い出るのはやっぱりね、もう何十年経っても多分みんな忘れんと思うんですよ。忘れられない年になりますね。だからやっぱあのね、東北の時もそうでしたけど、まあ、今回もこういうことがあったけど、やっぱりいろんな人が協力して、大会が成功したというか、大会ができたというふうなね、ことになってほしいし、うん、ここは本当にもちろん球児もそうだし、はい、各学校の関係者、うん、まあ、福井の皆さん、私が教えていただいた小屋連の八田会長教授、はい、今学長かな、偉くなられてね、ぜひともね、大会を空いてる日を使って大会でもいいんで、甲子園で、お客さんを入れて、ぜひやってほしいと、はい、そうしたらね、もうこれ不敬も泣くに泣けんよ。本当ですよ、もう僕は泣きたいぐらいです本当ですね。じゃあ絶対行ってください、お願いします。